はい。それでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験、平成25年問6番、一般構造、鉄骨構造について解説をしていきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますので、そちらからもご覧ください。答えは4番が正解です。鉄骨構造における接合部に関する記述として最も適当なものはどれか。1、引っ張り力と先断力を同時に受けるときの摩擦接合部の効力ボルトの軸断面に対するせ許容先断応力度は 引っ張りり力を受けない時の許容値よりも低減させる4番も一緒にいきます。先端応力のみを受ける、効力ボルト摩擦接合の場合、繰り返し応力によるボルトの疲労を考慮する必要がある。1番は正解、4番が不正解となります。まず1番の問題なんですが、効力ボルト摩擦接合の許容先端応力に対する問題です。4番に関しては、効力ボルト摩擦接合のボルトの疲労の問題になります。まず2つで共通している、 光力ボルト摩擦接合というものは何かというとこのように母材と母材があってその上にこうボルトがある光力ボルトがあるということですねそしてこの光力ボルト摩擦接合に関してはこの母材の部分ここ,ここはですね摩擦力で、えー、こうん断、えー、力であったり、えー、応力、えー、外力に対抗するというものが、えー、この 摩摩擦擦接接合、合力ボルト摩擦接合になるとということですねなのでまずはじめにですね摩擦面の抵抗力、まあ、体力が最大までずっとこう引きやられていったら引っ張り力とかでずっと引きやられていって、えー、これが最大までいったら視圧ですねボルトの軸の左右の力が加わってくるなのでさまずはじめはこの母材同士の、えー、上下の力が対抗してくれてこれがもうあーもうマックスですねってなったら、えー、この左右の体力がこうブワーッと、えー、まあ 横左右の力が働いてきて、それで効、えーまあ、力ボルトに応力が加わっていくと。なので上から上下の、えー、この母材の摩擦力がこれがマックスに来たら、ボルト軸の方が横でやられてしまうという順序になるということですね。でですね、この1番に関しては許容先断応力度と書いてあるんですけども、まあ、こちらはですね、まあこまあ、サクッと言うと、越えてはならない、えー、先断破壊による抵抗の先断破壊に抵抗する力の度合いということですね。まあ 許容と書いてあるのでこれは超えてはいけないということですそして先断先断破壊というのはこうこのように上と下からこうグイッとやられるような感じですねそれでバキバキ中がバキバキになってしまうようなのがこの先断破壊になるということですこの先断破壊に抵抗するための力超えてはいけないこれに抵抗するための力が許容ん断応力度というものになります今回の1番の問題に関してはこの許容ん断応力度そして引っ張り力引っ張りというのはこっちとこっち引っ張りと引っ張り プラス、ん、え、断、ー、ん断、えー、力。ここ一番最初は、引っ張り力とん断力を同時に受けるとき。これとこれプラスで、がっつりと受けるとき。そして、引っ張りを受けないときになるので、ここですね。引っ張り力を受けないときの許容値。これは、これは引っ張りを受けないということは、ん断力だけになるので、ん断力のみ。これとこれの比較になるということになります。まず、引っ張りプラスん断に関しては、一緒にガンと受けてしまうと、かなりここの部材間の摩擦力が一気にガッとやられてしまうので、 同時に受けると滑り体力が減少するので、この分だけは引いてくださいねという形になります。そして、先端のみに関しては、この先端の部分だけをこうやろうとするとえ、ボルトの軸、この紫色のこのボルトの軸の応力は減少しないということですね。な、ま、ぜ、あ、かというと、一番最初に言ったこの部材間の摩擦力、この母材と母材の部材間の摩擦力,摩擦力が先に行くので、まあ、このボルト軸にかかってくる先端力というのは、まずはじめは、まあ、減少しにくいと思っていただければいいです。 なので、この引っ張りプラス戦断の場合、そして戦断のみの場合で比較した場合に関しては、え引っ張りプラス戦断は、この引っ張りを受けないとき、過去戦断のみですね、引っ張りを受けないとき、まあ、先断のみということです。先断のみよりもえ許容、大体越え,えてはいけない応力値をこっちの方が優しいので、まあ、優しくない、ちょっと厳しい方の方をちょっと滑り係数の 許容値を下げてくださいねこっちの方がちょっと敵が強いので最初のちょっと許容値を下,下げとこうよというのがこの1番の問題になります。なのでですね今回1番言ってるのはちょっと長々しくなったんですがこの引っ張り力と先断力を同時に受ける場合と、A、のこの攻力ボルトのまさにせこの軸断面この軸断面に対する先断許容応力度この先断距を超えてはいけない応力度に関しては引っ張りを受けない時この先断のみの時よりも許容値を低減させるというのはこちらのことを言っておりますので正解になります。 そして4番。4番はですね、なぜ間違えているのかというと、この先ほども説明した部材間の摩擦力。なのでこれはですね、まずこの母材と母材がこうや,らやり合うと、この先断力とか引っ張り力に対して、えー、まあ強さをですね、ボルトの軸にかかるまでにこいつらが戦うという流れになります。なので、先断のみを受ける場合に関しては何回何回も繰り返しこう、先断力の応力がかかったとしても、まずは母材の摩擦力。こいつらが最初に対抗するので、効力ボルトの軸の応力。 こいつらが、まあ、マックスまで来ましたよのき来てないところ。まあ、来てないので結局ボルトの軸にを、ボルトの軸の応力はかかりづらいということですね。なので摩擦力たちが頑張って最初耐えてるので母材の対抗するため、効、えー、力ボルトの軸の応力ですね。この応力というのは外力、外からの力に抵抗する力になります。 この応力に関しては変動しづらい、変動しないため、このずっと継続的にかかり続けるのは、この母材の方がやられてしまうという流れになるので、この疲労の疲労を考慮はしないというのがこの4番になります。4番に関してはボルトの疲労を考慮すると書いてあるので、この4番に関しては不正解になります。それでは2番。十分な管理が行われている場合、完全溶け込み溶接の許容応力度は 接合されるる母材の許容応力度とすることができる、えー、こちらの問題は正解です。この完全溶け込み溶接の許容応力度という問題になります。まあ、結果から言うと、この溶接をしたこの赤い部分のことを言っているということですね。このこの許容応力度を言っているということです。この許容応力度というのは、えー、超えてはならない外力に抵抗する度合いですね。外からの力に抵抗するのを許容応力度と言います。この赤い部分のということですね。 でこちらがですね、付き合わせ過ぎての付き合わせ溶接。付き合わせ継ぎての付き合わせでされた溶接になるということです。まあ、こちらの問題なんですが、溶接継ぎ目の体力。ここですね、溶接継ぎ目の体力に関しては、適正な管理。まあ、ちゃんとしっかりした、えー、管理の、えー、管理をしている場合に関しては、設計上、幸福体力、そして最大体力の、えー、母材の、母材の体力と同じとみなしていいということですね。なので、まあ、簡単に言ってしまうと、加工しない鉱材に関しては、溶接継ぎ目のある母材、 このような溶接しているよりもノーマルのシンプルな場合ですね。と比較したときにシンプルな場合の方が強いです。た、ただですね、このような溶接した場合に関してはしっかりとちゃんと管理していれば一緒の力でいいですよ。というのが今回の問題になりました。2番に関してはこちらのことを言っておりますので正解になります。それでは3番。応力を負担させる t 継手の墨肉溶接の場合、母材間の広角は60度から120度の範囲とする。こちらの問題は正解です。 まず、この t ぎ手の隅肉溶接の口角というものは何かというと、これが t 継手ですね。t ぎ手の隅、ここの隅を溶接する場合に関しての問題になるということですね。そして口角というのは、まあこの角度のことを言ってるということです。まあこの角度がどうなのかという問題になるんですが、まあこのようにですね、120度以上になったりとか、60度以下になったりすると、これはちょっとよろしくないです。なのでこれよろしくないまあ施工の品質になってしまうので、 母材,間母材と母材の間隔の交差部分は60度から120度以内にしてくださいねというのが今回の問題になりましたこちらも暗記になるんですが覚えていただければと思います3番に関しては正解です以上のことから今回は4番が間違えているので4番が答えとなります